日本九州地方福岡県築城郡福岡県築城郡の一築城郡は福岡県の郡。人口3569人面積187.77トル、人口密度163人 km 以下の山頂を含む軍名は合併前の両軍の名前を合成したものである現在でも 西部と東部で生活圏が異なる。旧、追記群域にあたる西部の築城町地域は、北九州市、行橋市の生活圏、文化圏であるが、旧、高下郡にあたる東部の高芸町、吉富町、武前市は、古代には、三毛群と呼ばれ旧四毛郡群と一体だった。また吉富町と高下町域は、江戸時代には、中津藩の領域であったため、 大分県中津市の生活圏、文化圏としての色合いが強い。現在でも大分県北部との交流が盛んである。また、武善市と築城群を合わせて、豊か区地域と呼ばれるほか、それらと京都地域とを合わせて、地区と呼ばれる。1896年に行政区画として発足した当時の国域は、上記山頂に武善市を加えた区域にあたる。 1>, 1、上白井村2、下城井村3、追いき村4.8、津田村5、津野田村6、椎田村7、西門田村8、桂木野村11、山田村12、八谷町13、宇野島町14、千族村15、三毛門村16、国土村17、横竹村18、 豪川村19、岩屋村20、西吉富村21、友枝村22、東原村23、南吉富村24、東吉富村25、高浜村。ありがとうございます。